本当にお忙しい中ですね、日曜日の夜にもかかわらず、大変多数ご参加いただき、大変主催者としては嬉しく思っております。スイング&リセット、皆さんご案内に正直書いてございますように、昨年サラリーマンバンドに出演しまして、第3位に受賞いたしまして、その優勝者のが出るグランプリでございます。今年の6月8日9日のグランプリで見事に、実際には1位だそうでございます。1位になった若い方々ですね、やはりプロになりたいという意識がございます。こちらのバンドは全くプロになる気持ちはございませんので、審査員は実力は1位ですが2位だと、こういうようなお話でございます。いずれは TBS の方で、特別番組を組むというお話もございますのでそういうのもぜひ会場いただきたいと思います。こういった感じで、アマチュアでございますけども、大変仕事以外でこういう活動だと私大変素晴らしいと思っています。そしてぜひ私も彼らのいわゆるサイドからですね、力になっていろんな演奏の場、今日は第1部ではですね、本当にじっくりと聞いていただきましたが、第2部はですね、本当にダンスを楽しむ方は楽しむ、そして、お酒を飲む方は席で座って、あるいはテーブルの方に見ても耳で聞くだけで結構です。若干おしゃべりをしていただければ結構でございますから、どうぞお楽しみいただきたいと思います。そして、休憩を挟みまして、第3部ということで、大体終わりが10時ごろをやっておりますので、よろしく皆さんの力で、今日のパーティーを楽しいものにしていただきたいと思います。今日は本当に受賞記念パーティーということで、おめでたいパーティーたくさんご参加いただきました。ありがとうございました。今日皆様方からお名前いただきましたので、もしこの次ですね、いつやるか全く見通しは立ってございません。というのはこのメンバー全員揃うというのは本当に難しいわけです。KDT の方は年中海外出張行っています。だから水席の方も海外出張行っています。メンバーというか日本人という方が非常に少ないものですから、大体今回選定するの相当私もやりのようでですね、もう8月は困ると、8月は夏休みから人が集まるんだから困ると言ったにもかかわらず、8月に使いしてくれということで心配しておりましたけど、本当に皆さん、明日は集まります。